はい、どうもこんにちは、大黒住まい中西です。今日はですね、ダイニングキッチンの広さを測っていきたいと思います。よくね、お客様から 1K じゃちょっと部屋が狭いので 1DK でお部屋探していただけますかって尋ねられるんですけども、その時ね、そもそもダイニングキッチンの広さがよくわからないので教えてほしいと言われるんですけども、今回はね、一般的な家具のサイズにカットしたシートを持ってきましたので、それを配置していったり、あとはメジャーでね、測っていってどれぐらいの広さなのかっていうのを検証していきたいと思います。でね、ダイニングキッチンっていうのは 1DK の場合 4.5 畳から8畳までの広さのキッチンのことをダイニングキッチンって呼ぶんですけども、今回来たこのマンションのダイニングキッチンの広さは一番狭い 4.5 畳ですね。この 4.5 畳の広さになります。まずね、ダイニングキッチンの 4.5 畳がどれぐらいの広さの雰囲気なのかっていうのをちょっと見ていただきたいんですけども、このような感じですね。次にダイニングテーブルのサイズにカットしたシートを持ってきましたので、これを配置していきたいと思います。これね、配置は好みがあると思うんですけども、こっち側はね、キッチンなんで、キッチンの前に立ったりすると思うので、その後ろ側ですね、この辺にちょっと配置していきたいと思います。これね、一人用のダイニングテーブルのサイズになってます。あとはね、どこかにこう椅子を置くような感じだと思います。次ですね、キッチンが、ここのお部屋の場合はこう一口タイプのキッチンなんで、そんなには大きくないんですけども、横にスペースがあるので、ここが冷蔵庫置き場とかになってくると思うんですけども、ここのサイズ、測っていきます。ここが横幅が83センチですね。で、ここの奥行きが57センチです。でね、お部屋の広さをこう縦と横と、測っていきたいと思います。こちらの長さが295センチですね。で、次こちらが173センチですね。今ね、ちょっとこう、簡単に測っていったんですけども、ダイニングテーブル小さいものだったら、置けるかなと。で、ダイニングテーブル置かないんでしたら、食器棚とかですね、ちょっと大きなものを後ろに置いても、配置可能かなと。そういうのが、4.5 畳の、広さのダイニングキッチンかなと思います。このチャンネルではですね、他にも、お部屋探しをする上でちょっとよくわからないなっていうことがあると思うんですけども、そういったのを、動画で、配信してますので、また他の動画も、見ていただけるとありがたいです。でね、動画いいなと思ったら、高評価ボタンとか、チャンネル登録お願いします。弊社は大阪市内で営業させていただいているんですけども、そのあたりでお部屋探しされていらっしゃる方がいましたら、ぜひ弊社にお問い合わせをお願いします。ご視聴ありがとうございました。